ドドイツの自動車車メーカーカアアウディが2010年より製造しているる5ドアハッッチバック型高級乗用車であるスポーツバックコンセプト2009年の北米国際オートショーにコンセプトカー、スポーツバックコンセプトが出品され、その市販版として2010年のモンディアルドロオトモビルに A7 スポーツバックとして出品、同年秋に欧州での販売が開始された。また、 日本国内では2011年5月に3リットルスーパーチャージャー付けガソリンエンジン車が発売された。同社の A6 と A8 の中間に属するモデルであり、車型は5ドアハッチバック。アウディは4ドアクーペと呼称しており、デザイナー曰く、後部のデザインは、アウディのグループ企業であるランボルギーニの三浦が意識されているという。ドアはサッシュレスドアである。製造は、 ドイツネッカーズルム工場において A6 シリーズや A8 世代と共に行われる。2010年7月26日発表。実車は同年9月30日パリモーターショーにて初公開された。エンジンはガソリン2種、ディーゼル1種の計3種類が用意される。ガソリンエンジンには V 型6気筒3.0リットルスーパーチャージャーの TFSI エンジンと同2.8リットルナノフシーエンジンの2種類が用意され、DL エンジンには V63 リットルの TD エンジンのみが用意されるが、ディーゼルエンジンについては最高出力 245PS と 204PS の2仕様が設定されている。トランスミッションは4輪駆動車に7速エストロニックが、FF 車には CVT が組み合わせられる。なお、 日本では FF モデルはラインナップされず4輪駆動モデルで右ハンドルのみとなる。駆動方式はクワトロシステムが採用された4輪駆動車のほか、2.8リットルガソリンエンジン車及び 204PS 仕様のディーゼルエンジン車には FF 車も用意される。プラットフォームには MLB プラットフォームが採用され C7 系 A6 と共通のスチールモノコック構造が 採用されるが、外反の多くはアルミ製となっている。タイヤには、アウディと横浜ゴムが共同開発したアドボンスポーツが採用された。アドボンスポーツの採用は、アウディとしては S6、S8、Q7 に次いで4車種目となる。2014年5月22日、欧州にてマイナーチェンジモデルを発表。 3.0リットル直噴 V 型6気筒ターボディーゼルエンジンが投入され、最高出力は 218PS と 272PS が用意された。エクステリアはバンパー、グリル、ヘッドライト、テールランプ、マフラーなどのデザインを変更。また、マトリックス LED ヘッドライトをオプション設定した。2014年7月14日、欧州にて、 3.0TD コンペティションを発表。アウディのディーゼルターボエンジン、TD の誕生25周年を記念したモデルで、最高出力 326HP、最大トルク 66.3Kgm を発揮する 3.0LV 型6気筒ディーゼルターボエンジンを搭載する。2014年11月19日、ロサンゼルスモーターショーにて燃料電池、PHV のコンセプトカー、H。 トロンクワトロを初公開した。日本での販売2011年5月17日発表。同日販売が開始された。導入されるのは 3.0LV 型6、気筒直噴スーパーチャージャー付きガソリンエンジンを搭載した 3.0TFSI のみで、トランスミッションはデュアルクラッチトランスミッション7速エストロニック、駆動方式はクワトロである。 2013年7月23日、一部装備変更。安全性が強化された。2015年4月7日、マイナーチェンジモデルを同月21日より販売すると発表した。パワートレインは 333PS を発揮する、スーパーチャージャー付き 3.0LV 型6気筒 TFSI エンジンに加え25、252PS を 発揮する2.0リットル直列4気筒 TFSI エンジンを搭載する 2.0TFSI クアトロを8月より追加する。エクステリアではシングルフレームグリルの角が強調されたほか、ボンネットや前後バンパーの形状も変更された。ヘッドライトにはマトリックス LED ヘッドライトを採用。後席は2人掛けから3人掛けへと変更され、 乗車定員が4人から5人に変更された。2011年9月13日、フランクフルトモーターショーにて A7 スポートバッグの高性能モデルである S7 スポートバッグを初公開。4.0LV 型8気筒ガソリンエンジンを搭載し、専用グリルやバンパー、19インチアルミホイールなどを装備する。2014年5月22日、欧州にて、 マイナーチェンジモデルを発表。実車は同年10月2日パリモーターショーにて初公開。ベースモデル A7 スポートバッグのマイナーチェンジに順じてデザイン等が変更された。日本での販売2012年7月6日先行予約受付を開始。同年8月27日販売開始。2015年4月7日マイナーチェンジモデルを 同月21日より販売すると発表した。最高出力 450PS を発揮する、ツインターボ付き 4.0LV 型8気筒、TFSI エンジンと7速エストロニックを組み合わる。2017年10月19日、発表。パワートレインは最高出力 340HP を発揮する 3.0LV 型6気筒ガソリン、TFSI エンジンのみをラインナップする。 トランスミッションは7速エストロニック、駆動方式は 4WD のクワトロ。また、48V マイルドハイブリッドドライブシステムを搭載し、燃費性能を向上させた。エクステリアはシングルフレームグリルが大型化され、最新のアウディデザインが表現されている。日本での販売2018年9月、9月6日に日本での販売を開始。導入されるのは、 3.0LV 型6、気筒ターボエンジンを搭載する、55TFS i クアトロデビューパケッチ、55TFS i クアトロ S ラインの2種類。また、限定車、55TFS i クアトルファーストエディション、55TFS i クアトロ S ラインファーストエディションを計250台で販売する。2020年1月22日、2.0リットル直列。 4気筒ガソリンターボエンジンと7速エストロニックを組み合わせる 45TFSI クアトロを追加 12V マイルドハイブリッドシステムを搭載している2020年4月2日2.0リットル直列4気筒ディーゼルターボエンジンと7速エストロニックを組み合わせる 40TD クアトロを追加 12V マイルドハイブリッドシステムを搭載している二千十九年五月十七日 欧州にて発売、パワートレインは新たに 3.0LV 型6、気筒直噴ディーゼルターボ、TD エンジンを搭載。最高出力 349HP、最大トルク 71.4KGM を発揮し、トランスミッションは8速ティプトロニック、駆動方式は 4WD のクアトロ。その結果、零時速ロメートル加速は点一秒、最高速度は 時速 250km を発揮する。また、48V のマイルドハイブリッドを採用し、燃費性能を向上させた。日本での販売2020年8月25日、2代目となる S7 スポートバッグを同年9月15日より発売すると発表した。最高出力 450PS、最大トルク600ナノメートルを発揮する2.9。 LV 型6気筒直噴ターボエンジンに発足、ティプトロニック 4WD のクワトロを組み合わせる。また、48V マイルドハイブリッドドライブシステムを搭載し、低燃費を実現している。ありがとうございます。